はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。女性は当たり前ですけど、現役セラピストさん向けに、話している20回のうちの2発目でございます。今日は4月1日でございまして、昨日の締め作業が、まあ、午後までかかり、もたもたしてまして、今5時ですね、17時。ようやく何本か撮り始めたところでございます。現役セラピストさん向けだからね、もう、山田に何がわかんだよっていうね、そういうお声も聞こえてきそうですが、僕が喋る、まあ、もし聞いてくださってたらですけどね、ほとんど聞いてくださってないんですけれども、聞いてくださってたとしたならば、この10分の音声の間の1つでも2つでも、ちょっとでも盗めると言ったらあれだけど、勉強になる？俺が勉強を教える？それもちょっと失礼だけどね、あればね、いいなと思ってます。ぜひね、聞いていただいて少しでもプラスになれば、あなたの人生に、あなたのセラピストさん人生にプラスになればいいと思って喋ってるのでね。まあ別に、なんていうのかな。好きでやってるだけで、別にいいんですけどね。別にって言葉遣い良くないよね。別にってダメだよね。その発言はしないようにしてるんですけど、ついに喋ってしまいますな。うん、まあ、それは置いておきまして。で、2回目はルールを守るです。ルールを守る。ね。メンズエステのルール。お店のルール。ね。自分で決めたルール。を守るっていうのはね、大事なことです。これはちょっと真面目な話でね、つまんないかもしれないけど、当たり前だよって思う方と、ルールなんてあってないようなもんでしょって思ってる方とか、別に目つぶってくれんでしょとかね、うん、ちょっとルールが曖昧すぎる。いかんよ。いかんと思ってますよ。うん。で、まあ、もうちょっとね、ストレートに、いろんなルールあるけれども、一番皆さんが興味あるルールということで抜きですな、風俗店のような行為、これはもうやめてください。これから今日からね、抜きはねダメ、メンズエステ店であればね、なのでこれはマイナスでしかないから、これは過去でもういくらでも喋ってるから、もうなんか飽きちゃって言いたくないんだけど飽きちゃってってのダメだね、そんな発言したら。抜きとかやっちゃダメだからね。喋るか、しょうがないから。あ、しょうがないっていうのもダメだ。だから俺も言葉がね、ダメだね。喜んで、喋らせていただきます。抜きはもうなんでダメかわかるかな。それはルールだからっていうのも、そうなんだけど、そう言ってしまえば簡単なんだけどね。まず違法な行為じゃん。違法じゃん。うん、何のために抜きとか、それ以上の行為しちゃうの？エッチしちゃったりとか。うん。それ何のためですか？うん。それはね、本当に、やめた方がいいです。これは、だから業界にとってもマイナスでしかないし、あなたが私だけって言って抜いたところで、それはリピートに、まあ、2、3リピートする、または、抜き目的の、要は一般的に見たら、まあ、メンズエステ店としては受けたくないタイプのお客様を、に集中されるだけですよ。うん。要はルールを守れない。そういう、だってよ、あ、ちょっといきなり熱くなって喋るのも早いんだけど、一生懸命マッサージしてさ、なんか抜き目的で、当たり前だろうみたいなの、いい？それともそれが当たり前ですか？うん、なんだかね、一生懸命マッサージして、いやダメですよって、それは風俗店さんの、そこまで言わないけどね、ダメですよだけでいいけども、風俗店さんのお仕事なので私はできませんよって、優しくさ、子供を何あやすように、子供じゃないけどね、いらっしゃるのは大先輩ですけど、いらっしゃる方人生の大先輩ですけれども、イメージとしては、印象としては子供をなだめるようにね、ダメですよってやってほしいんですよ。うん、そしたらさ、抜いてもくれんのがメンズエステだろって、そのぐらいやってくれよみたいな、嫌味言う方もいるじゃないですか。そんなことじゃ成り立たないよとか、はぁって感じじゃん、そんなの。そういうお客様を担当するセラピストさんになるんですかっていう話ですよ。ね。そういうお客様、要は、なんかいまいちなお客様を
担当するセラピストさんでいいんですかって。もっとね、心が、豊かな、マッサージを楽しんでくれる、ドキドキ感を楽しんでくれる、くださる、そういうお客様がいっぱいいる中でね、抜き目的みたいな。90分で1万5千円安く抜いてやろうみたいな。で、割引が入ったら1万3千円で、綺麗なね、質の高いセラピストさんが抜いてくれる。これは安くていいな、みたいな。やべ、抜きの回になってんな。これちょっとこういう話したかったわけじゃないんですよ。ダメですな。まあいいや、続けます。うん、そういう専門の、セラピストさんになるのでいいのって、あなたはそれでいいのって、そんな人生でいいのって、ね、嫌だよね。他のセラピストさんがもっといい、ね、心の綺麗なね、メンズエステのルールを守ってくれる紳士的なお客様を担当してるにもかかわらず、あなたは抜き目的のお客様を担当することでいいんですかって、あなたはそういう、そのためにやってるの、抜くためにやってるわけ、メンズエステを。そのためにマッサージ一生懸命覚えて、鼠径部覚えて、密着覚えてやってるんですかって。そんな違法行為のためにそれでいいんですかって。あ、すごいすごいよね。うん、そこをね、ちゃんと考えてください。今日からやめてください。で、いきなり、無理なんですよ。今まで抜いてきてリピートしてくださった方、今日からごめん、抜きませんっていうのは、無理ってことが分かってきたわけ。ね。僕も勉強するから。ちゃんとね、ない頭で勉強するから、今日から、ごめん、誰々様は今日からもう抜き、やめたんですって、言えないよね。言えないし、成り立たない、それは。そしたら、まずすぐ辞めれないのであれば、新規でやるお客様、初顔合わせのお客様はそういうのしない。うん、あとは徐々にお客様に説明していく。それでも納得しないよ、多分。だって抜き目的なんだもん、そういうお客様。としたならば、もう引退ですな。店変えるしかない。うん、それぐらいのことですよ。それぐらいのことしてでも やめた方がいいです。恋の抜きとかね、さらにエッチしちゃうとか。スマタしちゃうとかね。僕はあのね、もう全て話しますけど、お腹の上に、だからチンコの上に乗っかって、腰振りながらマッサージするみたいなやつも、うちではやらせてないけど、あれはいまいちだと思ってますからね。うん。あんなのスマタじゃん。うん。あれマッサージですかって。スマタでしょって。スマタするためにメンズエステで働いてんのかよって、思いますけど、言い過ぎでしょうか。うん、これぐらいのテンションでいきます、この20回は。怒ってないけどね。別に怒ってないですよ。気づいてほしいから、うん。マッサージでいけるって、もっとね、ちゃんとしたメンズエステのマッサージで癒しを提供して、ね、ドキドキ感を提供して、あなたリピート取れるから、大丈夫だから、もうちょっとそっちの方向で頑張ってみようよ。ね、それが全部になったら、そういうお客様ばっかりになりますから。ね、全部じゃなくても、8割そういうものになれば、メンズエステというものがね。うん、それがルールを守る。ただ、あ、ごめん、もう大はルールを守るだけ、ちょっとあっち行ったりこっち行ったり、ごめん、あんまり聞かないでいいかいかもしれん。でも、まあ、ここまで話したか話しますけど、ルールを守るっていうのは大事です。それがお店のルールであれば、お店のルールをも守らなきゃいけない。だから、あなたはそのお店で働いてる、お店がね、抜きをやってくれっていうお店であれば、そのお店で働くのであれば、守るべきだと思います。それはちょっと、いまいちな話してますけどね。というよりは、その抜きをやってくれっていうスタンスのお店であれば、やめた方がいい。できないなら。っていうか、やるべきじゃないと思ってるしね、僕は。僕のお店はそんな抜きとかやりませんよ。もちろん、キワはやるけどね。鼠径は、もうキワキワにやるけども、もちろん。だけど、抜きはやりませんけども、お店のスタンスで、ごめん、うちは抜き店なんだと。メンズエステで風俗店じゃないけど、違法風俗店なんだっていうことで、ごめん、みんなもやってるし、あなたもやってくれって言われる、経営者に言われるのであれば、それはやるしかないよね。やるかやめるか。うん。でも、そういう風に言ってこないお店であれば、誰々ちゃんがやってそうだなとかね、誰々ちゃん、そういう子もいそうだなとか思ってたとしても、やらないっていうセラピストになってください。強いセラピストさんに。ね。こういうこと言ってると、嫌われて誰も聞いてくれなさそうになるね。こんな口調で言ってると。ね。でも不本意だけど、それでもいいと思って。この20回は。うん。やっぱね、一人でも気づいてくれる方が、
いたらいいなっていう回にしようと思ってるんですよ。一人でもなんか真の、癒しの女神が出たらいいなって、思ってるんですよ。うんうん、なのでね、ルールは守る。で、店のルール、店のやり方とか工程とかあるじゃん。例えば、うちだったらフリーマッサージって言って、120分以上だったら、最後の30分は、お客様の部位を指定して、そこを施術するっていうやつやってるんですけど、それがお店のルールじゃん。ホームページに書いてあるんだから、それやらなかったら詐欺なわけだから。だって、それだから、それがあるから120分のコースで入ってくださる方もいるんですよ。うん。それをやらないとかはまあありえないわな。それはルールを守れてないっていうこと。ルールはいろいろありますよ。うん、凍結のルールとかね、当日欠勤のルールとか、例えばその掃除のルールとかいろいろあるけど、やってる以上、これはルールだから皆さんやってますからやってくださいねっていうのは守るべきだし、その前にメンズエステのルールも法律も守るべきだと思ってます。うん、ちょっと、本当に言おうとしてたこととだいぶ脱線したので、そろそろ締めますけれども、ルールを守って、やりましょう。うん。ちょっとこの、抜き関係とか、エッチしちゃうとかっていう関係については、この20回の間にそれだけで取り上げますからね。そこでしっかりとお話しします。そういうセラピストさんのことも理解してるので、実は。気持ちもわかる。わかろうとしてる。なのでそういう立場も含めて、そういうセラピストさんの立場に立って物事も考えてお話しする会も作ろうとは思ってますけども、うん、とにかくね、ルールを守る。みんながやってるこういう方向でやっていこうっていうなら、それは従うしかない。で、従えないルールだったらやめるしかない。それは独自のルールでやるべきことではない。で、それこそ、抜き関係ね。抜き関係で、なんかグレーなお店だと。店も店長さんも、明確に言ってこないと。うん、そしたら、自分の中でのルール作る必要はあるけどね。例えば、お触りだって、ここまでは、例えば太ももが触れちゃうとかね、体がくっついちゃうとかは、まあ、目つぶろうと。うん。だけど、それがお尻に手が伸びる、胸に手が伸びるは、ダメって言おうとかね。この方だったらいいかなとかじゃなくて、それは私のルールですよって。例えばね、他の子は、うちは全然ダメだけどね、お触り一切ダメですけども、他の子はおっぱい触らせてくれるかもしれない。ね。でも私はダメですからねっていうルールは作るべきです。で、言い方は、言い方は重要ですよ。お断りする仕方は重要だけども、そういう、自分の中のルールは必要。ただ、お店の決まり事とかさ、こうやってやってこうぜっていうようなルールがあったとしたならば、それは守るべきです。独自のルールでやるべきではないです。それがあなたの独自のルールの方がお客様が喜んだとしても、決められたルールはやるべき。フリーマッサージとかね、90分、まあ例えばうちの話だから全然当てはまんないお店ばっかりだと思うけど、90分で決まったやり方を やるんですよね。これがいい悪いはある。ダメ、つまんないって言われるケースもあるからね。だからいい悪いはあるけど、うちはそうやってやってるんですけど、90分で決まったコースをやって、最後の30分、フリーマッサージお客様に指定していただくっていう、ルールがあるわけですよ。でも、お客様が、全部表向きがいいはずだから、ね。私は120分全部表向きでやるとかね。それはお客様にとっては喜ぶかもしれないけど、お店にとってはルール違反だからさ。そう、意味があってそのルールにしてるわけだから。うん。ルールは守る。守れないのであれば、自分の心情に反するのであれば、やめる。もう自分のルールに合う。またはルールなんかないお店で働けばいいしね。うん。とにかく、ごめんなさい。ルールは守るっていう回は、いまいちの回でございます。以上にさせていただきます。ありがとうございました。